コロネル沖海戦は第一次世界大戦中の1914年にコロネル沖の太平洋上で起きたドイツ帝国海軍とイギリス海軍との間の海戦。それぞれ装甲巡洋艦2隻を主力とする艦隊が交戦しドイツ軍が干渉した。ドイツ帝国は中国の甲州湾に東洋艦隊として知られる巡洋艦船隊を置いていた。 第一次世界大戦の開戦時、ドイツ東洋艦隊の艦艇は各地に分散していたが、1914年8月12日までに、パガン島に、総工巡洋艦、シャルンホルスト、同グナイゼナウ、防護巡洋艦ケーニヒスベルク級、ニュルンベルク、ドレスデン級、エムデンが集結していた。東洋艦隊を率いる、シュペー中将は、南米経由で本国へ戻ることを決め、 8月13日に、シャルンホルスト、グナイゼナウ、ニュルンベルクを率いてパガン島を離れた。一方、エムデムは、インド洋へ向かった。8月22日、ニュルンベルクがホノルルへ向けて派遣された。9月6日、ニュルンベルクが、再び合流。9月7日、ニュルンベルクは、ファニング島にある、海底ケーブルの中継局を破壊した。9月14日、 シャルンホルストとグナイゼナウはサモアのアピア沖に現れた。9月21日、ドイツ艦隊はボラボラ島に到着。9月22日、シャルンホルストとグナイゼナウはパペーテ沖に現れ、パペーテを砲撃しそこにいたフランスの砲艦ゼレーを沈めた。コロネル沖海戦時のドイツ東洋艦隊とイギリス艦隊の功績図9月26日から10月3日まで。 ドイツ東洋艦隊は、マルケサス諸島のヌクヒバ島に泊まり、補給を行った。10月12日に、ドイツ東洋艦隊は、イースター島に到着し、そこでエムデンの同系艦である、ボーゴジュニオ艦ドレスデンが合流した。10月14日には、海戦時メキシコ沖にいた、ボーゴジュニオ艦ブレーメン級ライプツヒも合流した。10月18日、ドイツ艦隊は、 イースター島を離れた。一方、イギリス海軍は、クラドック少将機下の装甲巡洋艦、グッドホープと、モンマス、防護巡洋艦、グラス号旧式なカノーパス急戦艦、カノーパス、仮想巡洋艦、オトラントからなる艦隊を、ドイツ艦隊捜索に当てていた。クラドック少将は、新型の装甲巡洋艦、ディフェンスの増援を要請していたが、実現しなかった。 11月1日、両艦隊はチリ、コロネル沖で交戦した。イギリスの戦艦カのオーパスは、低速のため別行動をとっており、合流命令を受けたが海戦には間に合わなかった。16時17分、シャルンホルストが、イギリス艦隊の煙を発見した。ドイツ艦隊は、イギリス艦隊の風上となる、東の陸地側に位置した。イギリス艦隊は、 ドイツ艦隊の西側に位置し、太陽を背にして、ドイツ艦隊の照準を妨げようとしたが、火が沈むと逆に残照に、イギリス艦隊の艦影が浮かび上がってしまう一方、ドイツ艦隊は、背景の陸地に溶け込んで照準しにくくなった。18時40分に先端が開かれ、戦闘はすぐに一方的な展開となった。グッドホープは、回戦間もなく、司令塔付近に被弾して、 指揮系統を喪失し、19時57分に沈没。クラドック少将も戦死した。最初に被弾した時点で、クラドック少将は死亡もしくは人事不正に陥っていたと考えられている。その後にモンマスも沈没。グラス号は逃走した。客船回送で戦力の乏しいオトラントは、他のイギリス艦の戦列の影に位置し、戦闘を避けて逃走した。この海戦は、 シュペ艦隊の完全な勝利に終わった。だが、この後、シュペ艦隊は1914年12月8日に、フォークランド沖海戦で、巡洋戦艦2隻を含むイギリス艦隊と交戦し、壊滅する。ありがとうございます。